2000年代の JR ダイヤ改正。2000年代の JR ダイヤ改正。2000年代の JR ダイヤ改正では、2000年代に JR グループ各車線で行われた各ダイヤ改正について記す。九州では、地区飛線で下山戸駅地区前前原駅間の複線化によるダイヤ改正が行われた。増発用として、JR 九州が開発した車両で、 初の直流型電車となる303系が投入された。各地でダイヤ改正、山陽新幹線で光レールスターの所定の編成が揃ったため、ウエスト光の運転が終了した。これに伴い、0系のグリーン車が運用を離脱した。西日本の佐賀の線、山陰本線を中心にダイヤ改正、東海道新幹線でダイヤ改正、 東日本を中心にダイヤ改正。西日本ではユニバーサルスタジオジャパンのプレオープンに伴って桜島線にユニバーサルシティ駅が開業し3月1日2日は桜島線と大阪環状線が特別ダイヤで運転された。また桜島線には JR 夢咲線の愛称が与えられた。西日本方面で改正。西日本では 3月31日の USJ のグランドオープンを前に大阪環状線から JR 夢崎線への直通運転列車の所要時分を見直すなどのダイヤ修正を実施。東日本の仙台地区の東北本線、仙山線仙石線でダイヤ改正を実施。このうち仙山線では平日ダイヤと土休日ダイヤの運用を開始。土休日ダイヤでは特別快速が復活。 合わせて同線から455系が定期運用から離脱した。西日本の山陽新幹線でダイヤ改正を実施。光レールスターの増発が行われた。西日本のゲイビ線でダイヤ変更。広島発、四ワ地チの最終が繰り下がり、四ワ地駅への到着が日付変更後になった。この影響で三次駅の最終の広島駅到着が繰り上げになった。 西日本の山陰本線でダイヤ改正を実施。高速化により、米子駅マスダ駅間の快速にキハ126系が投入されたが、運行本数の見直しで本数が微減した。鳥取駅マスダ駅間の特急、国引きが、西日本初の新型特急系機動車キハ187系に置き換えられ、スーパー国引きに変更された。同時に特急、 磯風の発着駅が、増田駅になった。この他に、キスキ線、三重線では時刻変更が行われた。西日本では、大阪環状線から、JR 夢崎線への直通列車の西球場駅における、停車ホームの変更と、JR 夢崎線の USJ 輸送ピーク時における、運転間隔の見直しなどのダイヤ修正を実施し、USJ への利便性を向上させた。 東日本では東北本線仙台地区に国府多賀城駅が開業した。九州で地区方本線笹栗線の電化に伴う改正が行われた。東日本でダイヤ改正。北海道で改正。旭川方面から新千歳空港方面へ直通する L 特急がスーパーホワイトアローに変更された。3月に JR 東日本が 東京モノレールを買収したことにより、東京モノレール羽田空港線との乗り換え駅である浜松町駅に京浜東北線の快速が停車するようになった。西日本では USJ へのアクセス工場の一環として特急、黒潮、スーパー黒潮、オーシャンアローの一部列車を西球場駅にも停車させるダイヤ修正を実施した。 西日本で改正。西日本の北陸本線で、北陸新幹線建設工事に伴って、東金沢駅、森本駅間のルートを変更し、ダイヤが修正された。営業キロは 0.1km 短くなった。能登鉄道では、列車の削減が行われ、七尾駅発着の急行を廃止した。西日本の帰省本線で、ダイヤ改正。 和歌山駅キータナ駅間の普通が朝晩を除いて、五房駅で系統分割され、五房駅キータナ駅間を往復する列車として113、計2両編成によるワンマン運転が設定された。北海道、東日本でダイヤ改正。西日本、九州でダイヤ改正。この改正ではのと鉄道でも列車削減改正が行われ。 鹿児島駅まで来る列車は5本のみになった。東日本では、小田急電鉄のダイヤ改正に伴い、相互直通の常磐線各駅停車地下鉄、千代田線でダイヤ修正。相模大野駅、本厚木駅発着列車、小田急線内準急の一部が、唐木田駅発着、小田急線内は、真急行に変更された。これにより、三車直通の準急が消滅した。また、 相互直通の中央、総武線各駅停車地下鉄東西線では e 2 3 1系8 0 0番台が投入され、営業運転開始は同年5月1日、103 1 0 3系、3 0 1系が直通運用を離脱した。西日本でダイヤ改正を実施し、大阪駅前原駅間の琵琶湖ライナー4 8 5系を特急に格上げし、琵琶湖エクスプレス。 681系、または683系に変更した。また、特急、はるかも米原駅発着が設定された。九州では、鹿児島本線に、千早駅が開業した。東海道新幹線に、品川駅が開業したことに伴って大幅な改正を実施した、後日。東海道区間の輸送体系は、光主体から、望み主体に改められた。 上日の通り、10月1日に、東海道、山陽新幹線で大規模なダイヤ改正が実施された。JR 東海副社長、当時の松本正幸はこのダイヤ改正を第二の開業と称した。西日本で、ダイヤ改正、九州を中心に、ダイヤ改正を実施、従来より運転士は、会社間の境界駅で交代していたが、 JR グループ間で新たに締結された協定により、車掌も交代するようになった夜行列車及び一部の中高特急列車を除く。西日本の参考線で落石が相次いだため、速度を落とすダイヤ改正を実施した。九州でダイヤ修正。東日本、東海、西日本でダイヤ改正。貨物では大阪環状線貨物支線の境川信号場。 にわ駅間、通称大阪臨港線が同日付で休止となり、にわ駅を発着する貨物列車、不定期も同日付で休止となった。この区間は2006年4月1日付で正式に廃止となった。東日本では小田急電鉄のダイヤ改正に伴い、相互直通の常磐線各駅停車地下鉄、千代田線でダイヤ修正。 小田急との直通運転が早朝、深夜にも拡大された。西日本の加古川線が電化され、所要時間の短縮や、初終電の繰り上げ繰り下げを実施した。電化用として125系が4両、申請投入されたほか、103系の改造車、3550番台、が16両投入された。東海、西日本、九州を中心に改正。 西日本では4月25日に発生した福知山線脱線事故のため普通だった宝塚駅、天ヶ崎駅間の復旧に伴い、福知山線、JR 宝塚線を中心に若干の時刻修正を行った。この時はダイヤに余裕を持たせることを目的とした小規模の改正であったため、ダイヤ改正ではなく、ダイヤ修正という文言が使用された。 北近畿単語鉄道直通の単語エクスプローラーは ATS 機器の関係で KTR8000 系単語ディスカバリーの車両に置き換えられた。また、117系の福知山線運用が廃止された。東日本では常磐線の新たな競合路線となるつくばエクスプレスの開業を8月24日に控え、それを前に異例の常磐快速線単独での改正を行った。 新型車両 E531 系の新規投入、及びこの車両を用いて、上野駅土浦駅間を最速55分で結ぶ特別快速の新設、特急、フレッシュ日立の増発及び停車駅の変更、統一が行われた。西日本の岡山地区で岡山駅改良工事によるダイヤ変更が行われた。西日本では、奈良駅周辺の高架化工事進捗、 カリ線への切り替えに伴い、関西本線、大和地線、奈良線、桜井線でダイヤ修正を実施した。当初は同年5月22日に実施される予定であったが、福知山線脱線事故の影響により延期になっていた。全国的なダイヤ改正を実施、西日本では南海電気鉄道の大規模ダイヤ改正、関空アクセスの拡充に伴い、 臨空タウン駅関西空港駅間で南海と全路を共用する関西空港線及び阪和線でダイヤ修正を実施した。東日本では新幹線のダイヤを大幅に改正。東日本の新幹線エリアを除きダイヤ改正を実施。この時のダイヤ改正は直通運転、接続の関係もあり、東武鉄道、伊勢崎線系統をはじめ、東京急行電鉄、 電園都市線、東横線、小田急電鉄、垂水鉄道などを除いた第三セクター鉄道などでも、道に行われるなど、かなり大規模のものになった。北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線は4月21日の廃止を控えていたこともあり、ダイヤ改正は行われず、帯広直通列車の時刻にも変更はなかった。西日本では、繁和線で、 大阪市内の下り線高差か、対比駅の変更、長井駅鶴ヶ丘駅に伴う、ダイヤ修正を実施した。四国で改正を行い、麦線の徳島駅や阿南駅間で夜に、特急、ホームエクスプレス阿南を増発した。また、同年5月より、徳島地区に1500機動車が投入された。東日本の宇都宮線、高崎線を中心に、ダイヤ改正。 東海の在来線でダイヤ改正を実施。西日本のみ、アーバンネットワークと北陸地区が中心でダイヤ改正を実施。西日本の岡山地区のみでダイヤ改正を実施。岡山駅の改良工事の進捗で各線のホームが変更となった。また快速、マリンライナーの瀬尾駅に停車する列車が増えた。木月線では、上り列車2本の時刻変更が行われた。 また、津山線では、暫定ダイヤを実施した。西日本の三高線の浜原駅三次駅の復旧に伴い、暫定的なダイヤ改正を実施した。浜原駅での列車と代行バスの接続を重視した改正であった。北海道、四国を除く各社で、在来線を中心に改正が行われた。また各社で新駅が開業し、東日本では、 大志堂駅、東北福祉、大前駅、平田駅、東海では野田新町駅、西日本では桜宿川駅が開業した。西日本では西宮駅が西宮駅に表記を変更した。読み方は同じ。この改正では、世界的な風潮と健康増進法、第25条、受動喫煙防止の影響により、全国的に新幹線、 特急列車の禁煙席の拡大及び全車禁煙化が進んだ。東日本では自社内装後発着列車及び特急、白鳥、スーパー白鳥が全車禁煙となった寝台列車は除く。九州でも一部列車を除き全面禁煙となった。西日本の三高線のゴー駅浜原駅間が復旧した。一往復を 山陰本線の浜田駅まで直通させ、豪津駅での接続も改善されることになった。土曜、日曜、運休の早朝、夜の豪津駅岩見川本駅間の列車は廃止された。豪で一部不通となっていた、小し北線、くず流線が全線復旧した。東海道、山陽新幹線及び、西日本の一部でダイヤ改正を実施。 JR 西日本、JR 神戸線の甲子園口駅バリアフリー工事が着工した。これに伴い、甲子園口駅を理解し列車の運行が廃止され、天ヶ崎駅発着、芦屋発、赤石品質管理センターから改装に変更された。工事完了後の2009年3月14日より再開。東海でダイヤ改正を実施、北海道で ダイヤ改正を実施、各社でダイヤ改正を実施、駅関係では、西日本で、前述の大阪東線を含め12駅、東日本、四国、九州で、各一駅が新規開業した。また西日本で二駅、九州で一駅が解消された。西日本では、米子空港の滑走路拡張工事に伴って、堺線のルートを一部変更、大志の津駅が、 与那国空港駅に、三崎口駅が大志の津町駅にそれぞれ解消された。西日本では、奈良駅周辺の高架化工事進捗、大和寺線部分が高架線に切り替えに伴い、大和寺線、奈良線、桜井線などでダイヤ修正を実施した。同時に、JR 宝塚線に223系6000番台が投入された。西日本でダイヤ変更。 JR 京都線に、桂川駅が開業、普通、高槻駅大阪駅間で快速になる列車を含む、が停車するようになった。各社で、ダイヤ改正を実施。新幹線、西日本の一部、北陸地区でダイヤ改正を実施。特急、サンダーバードに、申請車両683系4000番台を、投入したほか、特急、 白鷹を1往復増発して13往復とし、1時間に1本程度運転されるようになった。このほか、東海、西日本圏内の特急、急行列車、通勤ライナーや他社にまたがる列車も含む、東海道、山陽新幹線と新大特急は除くが全面禁煙となった。北海道を中心にダイヤ改正を実施、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。